マリオシリーズ、マリオカートシリーズ、マリオカートライブホームサーキット、マリオカートライブホームサーキットは、スーパーマリオブラザーズの発売35周年を記念して、ニンテンドーより2020年10月16日に発売されたニンテンドースイッチをゲームソフト及び対応するラジコンカーセット。マリオカートライブホームサーキットのセットには、カメラが内蔵されたカートが入っており、カートと、 ニンテンドースイッチが連動し、購入者の部屋が複合現実でリアルとゲームが融合したマリオカートのサーキットになる。ゲームの世界で起きたことが現実のラジコンに反映して連動したり、逆に現実の世界で起きたことがゲーム側のマリオやルイージにも反映してリアクションする。優勝を目指してサンレースを行うモード。一人で新記録を目指すモード。仕掛けとルールを決めて、 レースを行うモード。任天堂スイッチと任天堂スイッチライトのどちらにも対応しており、本作ではマリオ、またはルイージのカートが必要で、6畳以上の広さの部屋で遊ぶことを推奨している。部屋にある机や椅子などの家具を配置すればコース作りの幅が広がる。また、絨毯などの布の上で走らせない方が良い。なお、 シリーズの常連組だったピーチオッシー、ドンキーコング、クッパなどは今作では一切登場していない。シリーズの常連アイテムだった緑コーラは今作のシステム上の関係で登場しない。本作はゲームを始める前にセットに含まれる4つのゲートを部屋内に設置し、プレイヤーがカートを操作してゲートに書かれた数字の順にくぐることによってカートの軌跡が記録され、 記録されたルートがそのままコースとして作られる。なお、本作では過去作と異なり、9つのグランプリに、それぞれ3つのオリジナルコースの全27コースが構成されている。また、各コースの BGM は、前作の8の音源を流用されている。ありがとうございます。